こんにちは、まるみです。今日は去年の冬キャンプで使ってよかった商品と今年の冬キャンプ用に買い足した商品の紹介をしようと思います。去年の冬キャンプですごいお世話になったなと思うのがインナーシュラフです。素材はね、こんな感じなフリースでできてます。結構ね、もこもこ、そんなにすごい厚手なわけではないんですけど、寝袋に1枚入れるだけで、寝袋だけで寝るよりもかなり温かみを感じられるので、これはね、とてもおすすめです。今日は寝袋に新しく買ったインナーシュラフ入れてもっこもこになって寝ようと思います。多分ね、これだけでもいけるんですけど、より暖かく寝れるようにも買ってみました。ではおやすみなさい。インナーシュラフマジであったかい。寝袋だけでも寝れると思うんだけど、インナーシュラフ最強だわ。いや、これ2000円なら絶対買った方がいいな。絶対寝れる。これどう、ナンガ？ナンガね、もう早速普通にあったかいけど、でもやっぱ足先が冷える。あ、本当？いや、マジね、2000円のインナーシュラフ絶対買った方がいい。足先とかの冷え全くない。マジ？ほんとさ、インナーシュラフの回し物かってぐらいあったかいんだけど。それじゃあ紹介しないといけないね。これもうそこら中の人に伝えたい、このあったかさ。あるとないとで大違い。いや、これ全然違うよ、ほんとに。次がリフレクター。こんな感じなね、ものになってて、簡単に言うと焚き火台用の風防っていう感じです。ここに焚き火台を置いて囲って使うと、リフレクターに反射して焚き火の暖かさをかなり強く感じられます。今日はリフレクターを使ってみます。え、リフレクターあると暖かさがね、まるで違う。体感ね、5倍ぐらい違う。え、めっちゃ暖かいじゃん。なにこれ、もっと前から買えばよかった。電気毛布、電源にさえつなげばかなり暖かくなるので、これをね、寝袋の中にね入れて一緒に寝たりとか、あとはちょっとのんびりするとき膝にかけてるだけでも十分暖かさを感じられます。ただね、電源が必要なので、ポータブル電源持ってる人はポータブル電源で、なくても今オートサイトとかであれば電源サイトがあるので、多分プラス500円とか1000円とかで電源使えたりするところがほとんどなので、そういった電源サイトであれば利用することも可能です。寒いね。電気毛布うまいこと使ってるね。ここは3度です。次がブーツです。防寒着はね、結構皆さんあったかい格好するんですけど、靴がね、私的に重要というか、普通のねスニーカーだったりするとかなり底冷えを感じるので、靴下いっぱい履くのもいいんですけど、去年ね、ワークマンで買ったこの靴、防水機能もついてて、雪や雨の中でも使えるもので、かなりモコモコでね、中もね、ふわふわであったかいんですよ。雪とか雨降ってなくてもこれ履くだけでかなり底冷えをブロックできました。次が湯たんぽ。ホームセンターでね、多分500円とか1000円で買ったやつなんですけど、単純にお湯を入れて、こういったね、ケースに入れて袋に一緒に入ると、その時の気温にもよるんですけど、朝までね、十分あったかかったりします。寝袋の中にインナーシュラフと湯たんぽ、この2つあるだけでね、かなり寒いところでも問題なくキャンプできました。ただね、私がキャンプした一番寒かったのが多分マイナス1度とかそれぐらいのレベルなので、例えば北海道とかマイナス10何度とかマイナス20何度っていうのはちょっとこの装備じゃ厳しいんじゃないかなと思います。寝袋は去年買ったのがマイナス25度までいけるダウンの寝袋と、あとはね、商品提供でいただいた河川の寝袋なんですが、正直2つ使ってみてね、私的にこっちの河川の方が寝心地がすごい良かったです。足元広いっていうのと、モコモコしてるので結構お布団で眠ってる気分になれました。ミータイプじゃなく封筒タイプなので、ちょっとね、動くとね、隙間ができて寒いなっていうのがあったので、そういう時に最初に紹介したね、インナーシュラフを入れておくと隙間もなくなってね、寒さがかなり減りました。ミータイプのダウンもね、十分あったかいんですけど、私的にはこっちかな。このマミータイプのダウンは暖かいんですけど、その代わりにちょっとね、臭いんですよね。獣臭というか、普段寝る分には全然問題ないんですけど、寒い中でキャンプすると結露でテントが濡れたり湿度が高くなって、
この寝袋自体がちょっと湿っぽくなると匂いがねちょっと匂うかなっていう感じで気になりました。ただどちらも問題なく暖かく寝ることができます。あとねお値段がねどちらもねかなりお手頃です。ちょっと番外編ですが、冬キャンプのために買ったわけじゃないけど冬キャンプで実際に役立ったものも紹介します。マットとコット、単純にね寝心地が良くなるので普段のキャンプでもコットとマットを使ってるんですけど、まずコットを使うことで地面から底上げされる分底冷えがかなり減ります。今までね冬キャンプの時も下にマットだけ敷いて寝ることもあったんですけど、コットがねあるだけでね全然底冷えが変わります。コット敷いただけだとそれでもやっぱり底冷えってまだ来るので、そのコットのこういうケースとかを詰めたりマットを敷くことでね底冷えがねかなりなくなるので、まあ単純に寝心地よくするためにコットとマットはあるといいなと思うし、冬キャンプでもとっても活躍してくれます。もしコット使わずにマットだけっていうんであれば、アールチ、ちゃんと底冷えを減らしてくれるものを選ぶのがいいと思います。今年追加したものも紹介します。今年追加したもの、その1、この火で温められる湯たんぽ。プラスチックタイプでお湯を入れて使う湯たんぽでも十分なんですけど、せっかくのキャンプなんでね直接ね火で温めてそれを使いたいなという夢があってこれを買いました。暖かさに関しては検証してないのでどっちがね暖かいか正直わからないんですけど、これだったらねストーブの上とかに置いといてとかキャンプならではの楽しめる湯たんぽを買いました。その2、アルパカストーブを買い足しました。こんな感じな、まだね中出してないんですけどこんな感じです。なんでねストーブを買ったかというと、私はね結構焚き火を楽しみたい派なので焚き火で暖を取るんですけど、その後にちょっとテントの中でぬくぬくするように使いたいなっていうのと、朝起きた時にすぐつけてぬくぬくしてから、まあ、朝食作ったりとかで、この上でねさっきのこういう湯たんぽを温めたりとかをしたいと思って買いました。で、アルパカストーブにした理由なんですけど、本当はね豊臣とかコロナのねもっとすごい大きいタイプでもいいなって思ったんですが、重さがねこれ結構ね軽いんですよ。 6.6kg とかかな。2階のね自分の部屋にね持ち運びしやすいっていうので、まあ、6kg サイズだったらいけるかなということでアルパカにしました。グリーンカラーで可愛いのでアルパカにしちゃいました。冬キャンプ用に買った商品、ウィンナーウェルの薪ストーブです。正直さっき紹介したアルパカストーブがあるので別になくても暖かさは問題ないんですけど、もう完全ロマン枠として買いました。テントの中に入れてねのんびりあったかくっていうねロマンあふれるキャンプをしたいなと思ってウィンナーウェルのね薪ストーブを買いました。なんでこのストーブにしたかっていうと、あの窓からね横からも炎が見れるのがいいなっていうのと、重さだったりとかしっかりした作りだったりとか、まあ、レビューの多さに惹かれて買いました。また薪ストーブのレビュー動画をおいおい出したいと思います。冬キャンプ用に買い足した商品、最後はモンベルのダウンハガー800シャープ1女性用です。正直ね寝袋はさっき紹介した冬用のやつ2つあるので、まあ、買わなくてもいいかなって思ったんですけど、ちょっと最近ね徒歩キャンプだったり、あとはまあ電車乗ってね遠征してキャンプ行ったりとかが増えてきたので、冬にキャンプ行く時にリュックに入らないんですよ。このサイズの違いわかりますかね。これだとちょっとリュック厳しいんですけど、このサイズでさらにコンプレッションバッグ使えば3分の2ぐらいまではね小さくなるので、私は雪山に行かないことと多分北海道並みの寒さの雪中キャンプはしないかなということで、ダウンハガー800のシャープ1にしました。女性用ということでちょっとだけね軽量なんですよね。1キロ切ってて確か 800g ぐらいかな。サイズもその分小さいということと、足先にねダウンが多めになって足先冷えやすい女性向けに作られてるので寝袋を買いました。いかがでしたでしょうか。去年ね使ってたキャンプ用品もね今年もガンガン使おうと思います。リフレクターと湯たんぽとインナーシュラフ、この3つだけあればね冬キャンプでも十分暖かさを楽しめると思います。ちょっとね今年の冬用はねかなり散財したんですが、もう冬キャンプをね今年はガシガシやっていこうと思ってね清水の舞台からダイブしましたね。またねこの辺りの寝袋だったり
石油ストーブだったり薪ストーブだったりは今後ねレビュー動画も出そうと思うので、ぜひそちらも見てもらえると嬉しいです。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ツイッターとインスタグラムもやってるよ。